新型コロナウイルスの感染が拡大する中国・湖北省から帰国希望者らを乗せた日本政府のチャーター機第5便が今朝羽田空港に到着しましたチャーター機は湖北省に残っていた帰国を希望する日本人と中国籍の家族合わせて65人を乗せ午前7時前に羽田空港に到着しました65人の中には12歳以下の子どもが13人 65歳以上の高齢者3人が含まれますまたこれまで現地で対応にあたってきた外務省職員らもチャーター機で帰国しました関係者によりますと何らかの症状が出ている人が2人いるということです政府は希望する日本人全員の帰国が実現したとしていますチャーター機の派遣は今回が事実上の最終便となる見通しです